情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー来ましたね、ナイアガラドーンという感じで、今これ収録してるのはですね、本日のまあ昼ぐらいなんですけど、日経平均がですね大変なことになってます。今現在ですね719円安かね、全引けですね、全引けで719円安ということで、久々の大暴落となりました。2万9000割れちゃいましたね。これね、日経新聞がね、ナイスな解説を書いてまして、いや、なんかね、これ、まあ、読むとね、日経平均一時2万9000円割れ、新変異型でリスク回避とか言ってですね、書いてあって、日本時間、早朝に南アフリカで新型ハイル病の新たな変異ウイルスが検出され、感染が急増していると伝わった。海外で、ハイル病の感染状況が悪化し、再び、経済活動の制限が強まるとの懸念から、投資家がリスク回避に動いたとの指摘があったというか、なるほど新変異種だったね。気づかなかったわ、これ。さすが日経新聞様ですね。クオリティペーパーっていうだけあるんですけど、まあ、ふざけんな、ガチャみたいな。ふざけんなこの野郎って感じですよね。うん、多分違うと思うんですよね。まあこれね、実は昨日動画撮ろうと思ってたんですけど、韓国の中央銀行がね、利上げをしましたよね、予想に反してね。はい、あれが結構ヒントになると思うんです。韓国のね、中央銀行利下げはね、ニュースになってまして、これちょっとね、韓国利上げでね、これ検索するとまあいっぱい出てきますけれども、昨日ですね、ロイターがね、これ報じてますけど、政策金利を予想通り25ベーシスポイント引き上げ 1% としたと、インフレ予測も引き上げた、増え続ける家計債務とインフレ加速への懸念を背景に、市場では当面の利上げ継続が見込まれていると。まあ、ロイターのですね、アナリスト予想でもまあ、ほとんど利上げするだろうと言われていたと。で、来年のインフレ予測はこれまでの 1.5% から 2% に引き上げ、物価上昇圧力の加速と長期化への懸念から再利上げの必要性を滲ませていたということで、まだまだ韓国はこれ利上げが続くかもしれないですね。はい。まあ、8月も利上げしてるので、まあ、2回利上げしたと。で、1% ね。ってことは、まあ、0.5% だった政策金利が2倍の 1% になっているということなんですが、まあ、韓国がね、利上げしなきゃいけない事情というのはですね、このインフレ抑制だけじゃないんですよ。はい。ないんです。一番のですね、要因はですね、為替の防衛かな。為替がね、まあ、要はアメリカが利上げしそうなんで、アメリカが利上げして韓国がついていかないとっていうか、むしろ韓国の方が先行して利上げしとかないとですね、まあ、ウォンが大暴落しちゃうんですよね。はい。韓国っていうのは結構外国からの資金ね。まあ、略して外資ですけれども、外資に頼ってる部分が結構多くて、まあ、債務多いんですよ。で、通貨暴落みたいなことが起こるとですね、まあ、返済が大変になりますよね。それの一番極端なやつが、1997年のアジア通貨危機ですよ。ウォンが暴落してね、借金返せねえという感じで、まあ、韓国国内もほとんどもう社会改造に近い形でね、IMF にいろいろやられて、ひでえ目に遭いましたけれども、トラウマがあるので、通貨の暴落は防ぎたいと。なので、利上げっていう結論なんですけど、まあこれね、私の本読んでる人なんかこれね、わかると思うんですけど、利上げをすると通常は景気が悪くなります。なので国内の景気を、犠牲にしてでもですね、利上げをせざるを得ないというのが国の弱点なんですよね。はい。で、利上げをすれば景気が悪くなるとね、アメリカも利上げをするから、まあ今みたいな右肩上がりはなさそうだなと、いうようなことをいろいろ織り込むとですね、やっぱりね、日本の株価だって影響を受けるもんねということになると思います。はい。ということで、まあ今日のね、暴落、このまま、まあ、どこまで調整が続くのかっていうのはね、まあ簡単にはちょっと言えないので、まあいろいろちょっと状況を分析してですね、詳しい話は、すいません、今日の夜9時に配信する、ジョネトラダムスからの秘密のメールの方に書きたいと思っております。はい。読むにはですね、ヤイスイブニングラボのプレミアム会員になっていただく必要があるんですが、ヤイスイブニングラボね、1日2通のメルマガ、さらにこういう緊急事態が起こった時にはですね、ジョネトラダムスからの秘密のメールっていうのが届くようになってます。はい。それから月1回ね、ゲストの方を呼んで講演会と。来月のゲストはですね、なんと、なんだかわかんないけどピタリと当たる、龍谷大学の竹中正治先生が来てくれます。
なので、まあ、月々、お金がかかりますが、お得な内容になってますので、会員の皆様からもね、もう本当にその、会費以上のリターンがあるということで言われてますので、まあ、今日のその、まあ、暴落の、詳しい、内容、およびですね、まあ、ざっくりした方向性はまあそんな感じです。今もだってこんな、新聞にも書いてあるネタですから、今のはね、要は利上げ、ね、株安、まあ、当たり前ですよ、これ。普通に、南アフリカの新変異型は、あんま関係ねえんじゃねえのみたいな、まあ、それもあるかもしれないけど、まあ、直接の要因はやっぱり、ね、まあ、FRB の議事録が公開されたりとかいろいろあるので、まあ、そっちかなと普通は思うんで、まあ、これがね、まあ、今後、まあ、短期的にも、ね、それから、まあ、中期的にもね、どんな影響を与えて、日本政府は多分こうしなきゃいけないんだけど、やるのかな、やらねえのかな、岸大丈夫なのかなみたいな話をですね、詳しくですね、秘密のメールの方に、書きますので、ぜひそちらご期待いただければというふうに思っております。はい、ということで、まあ、短期のですね、株価は、はっきり言ってランダムウォークなんで、追いかけてもしょうがないしね、必要以上にビビる必要もないんですけど、まあ、けどね、株価はね、未来を映す鏡というね、そういう側面も持ってますので、せっかくキッシー頑張ってね、55兆円も補正予算組んだのに、これはなかなか厳しいで、まあ、なんでこういうことになるのかということも含めてですね、はい、ジョネトラダムスの秘密のメールにぜひご期待ください。ということで、詳しい内容は概要欄にありますので、AIC ビューニングラボのね、リンクをクリックして、ぜひ、ご会員、ご加入いただけるとね、はい、プレミアム会員でご加入いただけると嬉しいです。まあ、ちなみにですね、無料会員の方にも一応週に1回メルマガ行きますので、そこにまあ、ちょっとだけ書いてありますから、無料会員でもお得ですから、ぜひ無料会員になっておいていただくのもいいかなというふうに思います。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。